こんにちはキウイコーチです6ヶ月いただければ人生最高のスイングにしてみせますよ今回の動画では動画を解説していくんだけれども今回は少し特別でなんとブライソンデシャンボーの動画を解説していくよ ブライソンは彼自身のチャンネルを概要欄にも貼るけど持っていて今回の動画では彼のプレイの仕方を解説していくので彼がどうプレイするのかそして彼がアマに教えるのを見たい方にはとてもおすすめの動画だよでは早速見ていきましょうまず PGA ツアープロで YouTube を持っている人は少ないんだ PGA で何かの規制で禁止だと思うけどブライソンはなぜかできているんだこれはとてもラッキーで 動画サイトやゴルフチャンネルではプロのやり方をメディアに支持されずにみんなに伝えているのは珍しいんだこれはとてもユニークでブライさんのゴルフのプレーの仕方がそのまま伝えられていて過去にはない動画になっているよまずやりたいことがグリップについて話している最初のパートから話していくよ 今日はみんなに僕のスイングについて紹介していくよ。退屈になる人もいるかもだけど、知らない人もたくさんいて、僕のスイングの考え方に価値があると思うんだ。それとテクニカルなアドバイスもね。グリップで一番大切なのが、しっくりきているかどうかだ。グリップ方法は関係なく、スイングや力の加え方、さらに、えーと、 彼の最初のポイントはグリップがしっくりきていることでこれは僕も賛成で多くのインストラクターがショットの悩みに関係なく決まったグリップを勧めるんだこの動画は多分初心者向けで間違ってるかもしれないけどでもこれはいいアドバイスでいろんなグリップを試してどれが一番自分の好みかを見るんだ理想的ではなくても手首の角度などをいじって 上手にになれるるるんだポイント1自分にしっくりくりグリップをする心地よいグリップをしたいんだテンフィンガーでもインターロックオーバーラップでも大学生でも見るリバースグリップでも心地よく握りたいんだ去年の僕のグリップはこんなで手のひらと指とで入れ替えてるんだ 今のはストロングとウィークのではなく手のどこにグリップがあったかなんだ多分彼は手のひらに現在置こうとしてて過去には指の方に動かしたりといろいろ変えて心地いいのを探してるんだ基本的にインストラクターは手のひら自体にグリップを置くことは 非効率的な力やトルクの使い方でヘッドをコントロールしづらいから指の下で少し横にグリップを置いて指を閉じて手を閉じると位置的には理想的なんだデシャンボーはそれに対してグリップの握り方が違くて手のひらに置こうとしているのは独特で普段聞くことの真逆だからね続きを見よう。 僕のはウィークなんだ。ストロングではないよね。彼の左手のグリップについて話してるね。ウィークについてだけど、指と親指の間の V がどこに向いているかで、ストロング、ウィーク、ニュートラルが違い。左手をこうすると、V は僕の首を刺してて、これがウィークで。それが少しだけ右側に来るとニュートラルで。 V が右肩に向いていたらストロングになるんだ彼がウィークグリップの理由は間違ってるかもだけど昔フックに悩まされていてセットアップやグリップなどでもフェースの閉じを最小限にしてるんだそれでフックを減らしてるんだ これは独特で僕は他の動画内でデシャンボーはゴルフ界の砲丸だとも呼んだことがあって彼のように独特なスタイルがあるんだフックを直すためにね少し脱線したけど戻るよふったり揺らした時にフェースが特定の動きをしてほしいんだこう揺らすとフェースが開いているのが感覚でわかるんだこうだと閉じてるしね目を閉じてる状態で渡されても 振るると逆さまなのがわかるんだ。見ているのではなくてヘッドの重さを感じてるんだ初めに握るときはここで一旦止めるね彼の話すもう一つのポイントは彼はグリップを握って振ったときにフェースが特定の動きをしてほしくて握り幅の中で自然な力とトルクでね彼の場合はウィークグリップで 後で話す体の使い方の違いにより、フェースが閉じる感覚がなくなり、振ってる時に頭が閉じないんだ、ボールが左に行かない自信にもなると思うんだ。右利きなら少し右側だね。2つくらいの拳が見えるくらいだね。3つはストロングだけど、僕は1つなんだ。彼の言った通り、 彼はげんこつ1個分で、V の方向がウィークなんだ。2つげんこつが見えてたらニュートラルだね。V が首の横を指すんだ。3つ見えたらストロングで。V が右肩を指すんだ。彼が言ってるのは、これが彼のグリップで、他にもあるから試して好きなのを探す。これはいいアドバイスだね。このジャンボグリップはとてもよくて、手のひらでグリップできるんだ。 力も加えられやすくて、ここも彼には重要で手のひらでグリップしたいので太いグリップで調整してるんだグリップが太いほど指で握るのが難しくなるから強制的に手のひらで握るようになるんだ彼は力を加えやすいと言ってて僕はあまり賛成してないけど彼の論理については興味があるよ。 多分乗ってるから解説するかもね。でも基本的に僕はこれに反対でクライアントや個人の経験からするとね。続きを見よう。クラブやフェースもコントロールできて、僕にはとてもいいんだよね。次はセットアップの仕方なんだけど、9。ライン膝のライン強化。胸隔ラインではなく、ボールやボールからの位置ではなく。 彼はクラブを握った時の腕の三角形や彼の上腕や前腕の位置を話していてこれは彼独特なので面白いと思うよ。セットアップする際にまずしっくりくるかそして 再現性が高いかなんだ僕のやり方はみんなにこうしろとは言ってなくて試して会うかやってみてね僕は左腕や肩を完全に内旋させるんだ彼の言う腕は肘から上の部分でそこを内旋させようとしてるんだそれか左肘が外側に向いていてターゲットラインにほぼ水平なんだ 一般的な地面や体に向いていないんだここから彼も今から言うけど前腕と上腕とは違う捻転をするんだこれはとても独特で面白いね彼の説明後に僕が説明するね上腕はそのままで前腕を凱旋するんだそれからクラブを握るんだ 彼が言う外線は、手首の海外や前腕の反時計回りのことなんだ上腕は前腕と反対の回転をしてるんだ上腕がこれ以上内側に回せない状態で前腕も同じであれ以上彼が思うように海外できない。 上腕と前腕の位置が決まってるんだ。これはボールに近づく際に前腕があまり回転しなくなるので、フックしやすい人や頭が閉じる人にはとても効果的なんだ。フックを直したい人には、この独特な方法は意外とおすすめだね。 これがこの動画を撮りたかった理由で彼の他の動画もやったけどこれは彼直伝なので面白いんだ左腕をこの位置で維持したいんだ外側と内側ねキーワードがこれは彼がやろうとしていることであり完全に動かないわけではないんだバックスイングで維持できてなかったりインパクト後に崩すんだ これは彼のフィーリングで、他のプロよりできているから、これはすごいことだよ。これが多分、あんなに早く振っても、精度をあれほど高くできる理由かもね。こうやって位置を維持してるんだ。彼の右上腕と右前腕も反対の動きをして、 左腕とほぼ同じ考え方だけど、上腕が少し違うだけなんだ。腕を完全に固定していて、そこから彼のセットアップ。反対方向について話してたけど、それにより安定したベースができるんだ。YouTube ではここまでで、まとめを話すね。まず、このようにブライソン・デジャンボーが、 制作してるる動画を見れるのはととても幸運なことなこんだ。多くの場合ゴルフチャンネルなどが編集してしまって本来彼の伝えたいことと少し変わってしまうんだでもこれは彼のチャンネルなので彼の言いたいことがそのままみんなに届くんだ他にやってる PGA のプロはいないと思う この動画を何回も見て、個人的に好きなのが彼のセットアップで、一般的なのと比べてね。フックに悩んでいる人たちには、彼のセットアップは、とても独特だけれども、役に立つと思うんだ。ポイントを確認してみてね。デジャンボーのチャンネルは概要欄で、このチャンネルにもいいね、コメント登録忘れずにね。メンバーサイトにも登録してね。 では、次の動画で会いましょう。